Thank you.
しつこい。あの世に送ってやる。考えても無駄。お注射の時間。うっとうしいわ。あの世に送ってやる。楽にしてあげようと共に散れ。スタールインファントム。お前ら、増加航路に絡みついている根が見えるか？枯れているぞ！本当によかった。もうお前らを阻むものはない！私も気をしっかり持たないと。全ては星々の選択。星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。お願いだから上がらせて。お願いお願いお願い。やった、これで上がり。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。私も気をしっかり持たないと。星の祝福をあなたに。いいパイ来た。考えお注射の時間よ。助かった、ありがとう。大地を割れ。誘った覚えはないけど。ラッキースターは誰かな？すごい！いいじゃん！一気に生産するね！手の施しようがないわね。眠るといいわ。言うことを聞かないのは悪い子よ。重傷ね。ランス、戦闘準備。貫け。
間に合ったよ。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。ありがとう。星の祝福をあなたに。戦局は敗勢と同じ。気を見いらない。薬を飲みましょう。待ってないお客さんね。避けてね。大きい桃だね。どんな味がするんだろう。なのか。なんてね、考えてみた。難攻不落。すべては星々の選択。星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。やり先に火を。炎の槍を断ち切れ。考えても無駄。愛は待てば来る。眠るといいわ。私が。誘った覚えはないけど。星の祝福をあなたに。戦局は敗勢と同じ。機を逃さず動く。命の重みを味わいなさい。避けてね。考えても無駄。愛は待てば来る。一気に生産するね。助けても。
ても何も出ないの？ダンス、戦闘準備。難攻不落。槍先に火を。炎の槍を。断ち切れ。体勢と同じ。お注射の時間よ。眠るといいわ。私が元気よ。誘った覚えはないけど。星の祝福をあなたに。考えても無駄。愛は待てば来る。星の選択。星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。お願いだから上がらせて。お願いお願いお願い。やった、これで上がり。優勝ね。避けてね。ランス、戦闘準備。大地を割れ。ズボン、ピンシャ。戦局は敗勢と同じ。機を逃さず動く。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。今も良かったよ。痛くないでしょ。礼儀のなってないお客さんね。ラッキースターは誰かな。弱き者のために。槍先に火は。愛は待てば。炎の槍を断ち切れ。戦局は敗勢と同じ。いいから来た。一気に生産するね。命の重みを味わいなさい。星の祝福をあなたに。私が。待てば来る。
は星々のせ星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。剣木には摩訶不思議な力があると軽減将軍は言っていた。あの鹿は普通の存在に見えたが、致命傷を負っても瞬時に回復していた。先囚人がなぜ遵守に従い法上を排除しようとしているか理解できた気がするな。死ぬことも滅ぶこともない造物、それを放置すれば世界の生態系は完全に滅んでしまうだろう。だから先週は宇宙を流浪し、どの星にも定住しなかったのか。楊先生は洞察力があるな。残念ながら8000年前、薬乞いであった祖先は裏に隠されていたものを見抜けなかった。中には感づいて儒家の王の恩恵を拒んだ者もいた。だが一つの文明が本当に不老長生の誘惑を拒めるのだろうか。皮肉だ。聡明な者は死に、愚かな者が生き続ける。先週は北条の誘惑を受け入れたことを悔いて遵守の道程を歩むことにした。もしかしたらまだ救いの余地があるかもしれない。手を貸してくれて本当に感謝する。お前らはこれから探偵市へ行くんだったな。あそこは剣木に隣接している。ここの状況を鑑みるにもっと厳しい状況になってるだろう。気をつけるんだぞ。俺はここでお前らの無事を祈ってる。
ここまでずっとお前らに助けられたな。残りの問題は俺とあの不出来な弟子たちでゆっくり解決するとしよう。どうしてもダメなら運気軍もいる。ただの伝説だ。だが剣木が蘇った今、その伝説も真実味を帯びる。お前らはただの面白い話だと思って聞いてくれ。遥か昔、泉州同盟が天涯をさまよっていた頃、想像もつかないような生命に数多く遭遇した。その中には西洋と呼ばれる忌み者がいた。それらは純粋なエネルギーの形で存在し、生身の人間の感情や欲望を経験することを渇望していた。時折泉州の洞天に入り、人を誘惑し体に寄生していたんだ。西洋に寄生された者は自由な意志を奪われ、だんだんと狂気をはらむようになるそうだ。泉州人と西洋の戦いは長く続いたが、最終的にはそれらを一つの容器に封じ込めることに成功した。その容器こそ増加香炉だと言われている。先人たちは炉を燃やし続け、西洋のエネルギーを削り、無へと帰すことを望んだのだ。いまだに炉の中にそれが存在しているのか、俺にはわからない。考えすぎかもしれないが、俺は先生から技術を学んでから毎日欠かさずに炉の様子を確認しているんだ。実際に中の火が絶えたことはないしね。俺と弟子たちは何も知らない。あまりにも突然の出来事だったしな。それに関しては意外だとは思わん。探偵士の探士たちはかつてラフで戦績に最も近かった者たちだ。ラフが剣木を賜った時、探偵士の探士たちの力にかなうものはなかったと言われている。彼らは剣木の力を借りて様々な術を使い、肉体を変え雨風を呼び、さらには見たことも聞いたこともない貴重や霊獣に変化できた。彼らは自身を当選したと称した。だが泉州に仙人などいなかった。剣木が枯れると探士たちは頼るものがなくなり、医術を研究する医師へと成り下がった。ああ、お前らに同行できなくてすまんな。そうだ、俺は人に借りを作るのは嫌いなんだ。働いてくれた報酬としてこれを受け取ってくれ。ここまでずっとお前らにた。ああ、お前らに同行できなくてすまんな。そうだ、俺は人に借りを作るのは。列車を降りられないって聞いて、パム
ムと一緒に冒険できないなんて。このドスクロのフック様がいればきっとパムも退屈しないもんね。よし、特別にパムをモグラ島の名誉隊員にしよう。名誉隊員、約束して、私がいない間忘れずにパム名誉隊員の面倒を見ること。さもないとただじゃ置かないから。あれば私の望遠鏡を列車に置きたいと思っているの。どうかしら。宇宙には数えきれないほどの天体があるけど、観測したものが何なのか誰に。列車は光源の設置が合理的だし、窓から見える景色も最高だわ。そうだ、暇な時は照明を消してここに座って窓の外を眺めてみて。疲れたら座席に横たわってみてもいいでしょうね。宇宙はどの角度から見ても魅力的だ。ここの窓辺は最高の展望台だわ。Thank you.